今は昔、稲妻に五人の歌人ありけり、世の人は五歌仙と。ある年、水光が天守閣に赴きて、歌集を殿様に捧ぐ。されど、葵の翁による歌の、一枚破れたる咎めを受けにけり。水光は非を認めて曰く、昨晩大衆を飲みき、酔いし水光ににじり寄るは、ある影なりけり。その影こそ、葵の翁。すべては素性の知れぬ者の目論み。脅されし葵の翁は、やむなく歌の一枚を奪いぬ。いかにぞや奪わせしむか。ただ知るはその歌が、友の赤人を読むることのみ。赤人は、かつて五歌仙の一人。名の赤は、歌に朱印を残すことより期待。かように優れし書き手なれど、ある年に参らせし歌に、他者より盗んだものあり。赤人はトガにより追い放され、歌仙五人は四人になりぬ。墨染は赤人の歌集に目を通し、盗作に未朱印なしと知る。赤人の歌集を川に浸せば、盗作とされし歌の墨は波に流れけり。通りがかりし葵の翁、古き友を思い出し、目に移りしことを歌に詠む。後に水光が歌を捧げしとき、あの波風を